三笘薫が不発で猛勢器ではなかった。代表ではできないと言われる。三笘薫がウルグアイ戦後インタビューで反省の弁を繰り返す。ドリブルはすごかったんだけどな。今日のは三笘のせいじゃないだろ。三笘は悪くないだろ。森保が何がやりたいのか全くわからないのが悪い。三笘はそろそろ浅野に切れてもいいんじゃないか。ワールドカップも含めたら何回ラストパス無駄にされてるんだよ。浅野と伊藤というスパイがいるからな。完全に消えてた鎌田よりは良かったよ。遠藤と森田のペアが一番悪いわ。監督が成り行き任せでちっとも選手ここの動きを整理してないんだもの。森保のチームではなかなか厳しい。必死に守備してカウンターだもの。戦術をまずなんとかしたい。代表では伊藤の方がすごいよね毎回。伊藤恐ろしいな。完全に消えてた鎌田よりは良かったよ。伊藤はいい選手だね。気にしすぎるな。